ビールがねえんだよ。早く行け。その日は寒く、窓の外は大雪の夜だった。出産後も休むことなく家事と育児に追われていた私は体調を崩し高熱を出した。そんな私に放った夫の一言がこれだ。私と同じように娘も高熱で大変な状況。自分のことを最優先だと言い放つ夫に愛想が尽きた私が取った行動は、私の名前は戸田真理子、今年で31歳になる専業主婦だ。夫の新助は今年で33歳。新助は職場の先輩、私たちが新人の頃の教育係だった人。私たち夫婦は2年前に結婚した。結婚を機に私は仕事を退職し、専業主婦として家庭に入る。職場は縁故入社で入った職場だったが、仕事は楽しかった。もともと働くことが好きな性分なのだと思う。まだ仕事を続けたい気持ちはあったけど、新助からどうしても家事に専念してほしいと言われ、渋々ではあるが寿退社を決めた。現在は子供も生まれ、初めての子育てに追われる毎日を送っている。結婚前の新助はとても優しくて頼りがいのある先輩だった。社内の新人からも人気があり、すごくモテていたのだ。私も他のみんなと同じように優しい新助にずっと憧れていた。新助を取り囲む女性は多く、その中で私を選んでくれたと知った時、本当に嬉しかったのを今でも覚えている。問題は結婚してからだ。よく釣った魚に餌はやらないというが、新助はまさにその典型だったのだ。今思えば付き合っていた頃からその片鱗は見えていたように思う。付き合い始めてからの新助のアパートの掃除は私がやるようになった。掃除だけじゃない、洗濯も食事も家事のすべてを私はやっていたのだ。いろいろなところに出かけていたデートはもっぱら新助のアパートとなる。しかも私が家事をしている間、新助はゲームをしたりスマホをつついたり好き勝手に過ごすのだ。その頃の私はそんな新助の姿を見て、自分にだけ心を許してくれているんだと思って浮かれていた。結婚してから夫婦生活ってこんな感じなんだなって嬉しく思っていた時期もある。本当にバカだった。あの時に気づいていればと、結婚してから後悔しても遅い。結婚してからはもっと新助の態度はひどくなる。外面がいい新助は近所でも、いい旦那さんねなんて言われるくらいだった。しかし一歩家の中に入れば何もしない暴君。私がどんなに忙しく家事をしていてもお構いなしに用事を言いつけてくる。娘を妊娠した時もその態度が改まることはなかった。初めての妊娠で確かに私も神経質になっていたところがあるかもしれない。妊娠初期の頃からつわりがひどく、何も食べることができない状態が長く続いた。その頃は俊介の食事を作るのが苦痛で仕方がないくらい。ごめんなさい、あなた、ちょっとつわりがひどくて食事を作るのがしんどいの。お母さんに連絡をしておくから、今日の夕飯は実家で食べてきてくれない？つわりで立ってられないくらい具合が悪かった日、私はたまりかねて新助にお願いをした。新助の実家、私にとって義実家は、私たち夫婦が住むマンションから徒歩で15分程度のところにある。義両親は共に元気で、いつでも遊びに来てねと言ってくれているのだ。義母と私は仲もいい。私が事情を説明してお願いすれば義母は協力してくれるはずだ。しかし新助は私の提案を却下。何家事をサボろうとしてるんだよ。お前は家事が仕事だろ。妊娠なんて病気じゃないんだから、それくらい我慢してやれよ。母さんに迷惑かけんな。電話越しに怒鳴られ、私はその場に座り込む。家事が仕事と言われれば確かにその通りだ。
でも私だって外で働きたかった。家庭に入り家事に専念してほしいと言ったのは新助の方なのに、そんな言い方あんまりだと思う。私は悲しくなってしばらくその場から動けなかった。妊娠中はこんなことが何回もあった。ことあるごとに妊娠は病気じゃないと新助は私を怒鳴りつける。その上、普段からあまりやらない用事まで言いつけてくるのだ。窓を掃除しろだの、古本屋に本を持っていけだの、私の体のことなんて考えていない。要するに、私が休んでいることが許せないようだった。そんな妊娠中だったけど、私はなんとかじっと耐えていた。もう少ししたら、里帰り出産で実家に戻ろう、そう心に決めていたのだ。妊娠32週目に入った頃、私は里帰り出産のことを新助に相談した。そろそろ実家に一回戻ろうと思うの。初産だし、里帰り出産をしようと思って。夕食後、お茶を出しながら私がそう切り出した。すると新助は、はぁ？と不満の声を上げ、私を睨みつける。何バカなこと言ってんだよ。お前が実家に帰った後、俺の面倒は誰が見るの？嫁の役目を放棄するつもりかよ。業務命令を断るのと一緒だろ。ちゃんとルールにのっとった行動しろよ。私は新助の言葉に呆れて物が言えなくなる。これほどまでに自分のことしか考えていない人だったのかと呆れ果ててしまった。その後も延々と嫁とは、専業主婦とはなどと新助は持論を展開していく。その持論の終着点はすべて新助の身の回りの世話を誰がするのかに行き着いた。私初産なのよ。里帰りって言っても隣の市よ。全然遠くない。それに私がいなくても実家のお母さんがあなたの面倒を見てくれるわよ。さすがにここで引いたらすべて新助の思う通りになってしまうと思った私は、なんとか言葉を絞り出す。だから母さんを頼るな。本当にお前は嫁としての自覚がない。結婚してがっかりだよ。妊娠中ストレスは厳禁だ。大きな動揺も体調には良くないだろう。ここで新助と一緒に過ごしていると確実に体調に悪い。私はお腹の子供のためにも一度新助と距離を置かなくてはと焦った。待ってよ、結婚してがっかりって何？里帰り出産ってそんなに悪いことなの？私の問いかけに小さく舌打ちをして、新助はダイニングから自室へ戻っていく。聞こえているであろう私の声は無視、自分に都合の悪いことは聞こえないのだ。私は覚悟を決め、里帰り出産は諦めることにした。これ以上家庭内の波風が立つのを避けたい、その一心だったと思う。妊娠中はいろいろと大変だったけど、生まれてきた我が子を手に抱いた瞬間、そんな苦労は吹き飛んだ。生まれたのは女の子、新助は男の子の名前しか考えていなかったので、私が命名することになった。私は娘をミミコと名付けることにする。新助はダサい、変だとバカにしてきたけど、私は女の子なら絶対にこの名前をつけるって決めていたのだ。義母の加勢もあり、私が命名した名前が覆されるようなことはなかった。ミミコが生まれて、私たちは3人家族となった。子供が生まれたら新助の態度も少しは変わるだろう。父親の自覚ができたら人を思いやる気持ちも思い出すだろう。私はそう期待していた。しかし残念ながら新助は変わらなかった。子供が生まれようが何だろうが、自分が一番でないと気が済まないらしい。私がミミコの世話をしていてもすぐに私を呼びつける。急な用事ではないのだ。タオルがないだの、靴下はどこだなどと小さなことばかり。そのくせ私の両親がミミコに会いに来た時は、妻を思いやる完璧な夫を演じてみせる。外面の良さも変わらない。私の両親も新助のことをいい旦那さんと思っている節がある。ただ母には里帰り出産を止められたと話したことがあるので、感づいているかもしれない。新助の態度に我慢を強いられる毎日だったけど、
ミミコの成長を見ていると、そんなことも忘れることができた。そんな中、事件はミミコが生まれて2ヶ月が経った頃に起きた。その頃は数日前から大型寒波が居座り、ずっと寒い日が続いていた。雪も降り続けている。私は産後の疲れがまだ取れないでいる上に、急な寒さで体調を少し崩していた。朝から頭がフラフラする。熱を測ってみると38度を超えていた。ミミコがお昼寝してくれたら一緒に少し休もう。私はミミコを寝かしつけようと必死にあやした。しかしこの日に限って、いつもは寝つきのいいミミコがぐずって寝てくれない。泣き方もなんだか少し苦しそうだった。私ははっとしてミミコの額に手のひらを当て、その熱さに驚く。急いで熱を測ってみると、私と同じくらいの高熱だったのだ。すぐに病院に連れて行こうと思い、用意をしているところへ俊介が帰宅。慌てている私の様子を見て、ちょっとバカにしたように笑ったのを覚えてる。ミミコが熱を出したの、病院に連れて行くわ。真っ赤な顔でベビーベッドに横たわるミミコを俊介は見下ろしているだけ。声をかけてやることもしない。風呂はできてるのか、俺の飯は。俊介の言葉に耳を疑った。自分の娘が高熱で苦しんでいる時に自分の風呂や飯屋と言い出すなんて信じられない。しかもスーツも脱がずに台所へ行き、冷蔵庫を開けて覗き込んでいる。私は俊介を無視して病院へ連れて行く用意を続けた。窓の外はまた雪が強く降り始めている。おい、ビールがないぞ、買ってないのか。冷蔵庫を覗き込んでいた俊介が怒鳴り始めた。昼間も具合が悪く外出できなかったので、今日は買い物に行ってない。その上ビールが切れていたのもすっかり忘れていた。俊介はビールがないとものすごく不機嫌になる。悪いことは重なるものだと思った。ごめんなさい、雪もひどかったし具合も悪くて今日は買い物に行ってないの。冷蔵庫の前で不機嫌な顔をして突っ立っている俊介に、私はそう説明した。ビールがねえんだよ、早く行け。俊介は私の説明が頭に全く入っていないようだった。玄関を指さし、近くのコンビニまでビールを買いに行けという。しかも外は大雪、私もミミコも高熱だ。そんな状況なのにヘラヘラ笑いながら、さっさと行けよ、嫁の仕事だろ、と俊介は続ける。俊介のそんな顔を見ていると、私の中で何かが壊れた。私は無言のまま俊介に背を向け、外出の用意をする。風呂先に入ってるから、出てくるまでにビールを買って帰ってこいよ。熱があるんだったら雪についでに冷やせばいい。俊介は荷物をまとめている私の背中にまたそんな暴言を浴びせてくる。もう限界、絶対に許さないと私は決めた。返事をしない私にイラついたのか、小さく舌打ちをしてから俊介は風呂場へ。私はお風呂場のドアが閉まる音を聞いてからすぐに計画を実行に移した。俊介が風呂に入っている間、私はミミコを抱えて家を出た。玄関のドアが閉まる音は風呂場にいる俊介にも聞こえただろう。多分私が大雪の中ビールを買いに出たのだと思っているに違いない。風呂場から勝ち誇ったような俊介の笑い声が響いてきた。その笑い声がどうしても許せなくて、私はそっと風呂の種火を、外にある湯沸かし器のパネルを操作して落としてやる。ささやかな復讐だった。2時間後、私のスマホが鳴り、俊介からの着信を知らせる。私は大きく深呼吸をしてから電話に出た。もしもし。私がそう言うと同時に俊介の怒鳴り声がスマホから響いてくる。どうやら風呂から出てビールが届くのを待っているようだった。まだ帰らないのか、このノロマが。またしてもバカにしたような態度をとる俊介。この大雪の中、高熱を出している嫁にビールを買いに行かせるような男を私は許せない。その上、娘も高熱で苦しんでいるのに無視、本当にありえない。
今実家に着きましたよ。私はなるべく冷静な声でそう告げる。一瞬新助が息を呑んだ。え、実家？オウム返しに聞かれ、私はそう実家と答えた。私は新助が風呂に入っている間に自宅を後にした。向かったのは小児科の夜間外来窓口。一人では心細かったので、途中にある義実家に声をかけて小児科まで送ってもらった。幸いなことにミミコの熱は病院に着いた頃には少し下がっており、状態も安定していた。ただ様子見のために一晩入院することに。完全看護の病院だったので付き添いはできない。ミミコが眠ったのを確認して、ひとまず病院を後にする。義両親が自宅へ送ると言ってくれたが、私は自宅に戻る気はないと正直に話した。ひとまず義実家へと言われたが、一刻も早く自分の実家に戻りたい私は、何が起きたのかをすべて義両親に話した。その上で今晩は実家に戻りたいとお願いしたのだ。義両親の車で実家まで送ってもらい、車が到着した途端、新助から電話があったのである。私の里に帰ってます。ミミコは病院に入院しました。お前ビールも買わず旦那を置き去りで実家に戻っただって？どこまで自分勝手な嫁なんだよ。母さんが聞いたらどう言うか。嫁失格だと言われても仕方がない行為だぞ。怒鳴り散らす新助の声はスマホから漏れ、車内にいた義両親の耳にも届く。義母はしかめっ面をして頭を抱えた。新助は自分の罵詈雑言を私以外が聞いているなんて思っていないだろう。ひどい言葉を次々に投げつけてくる。そんな新助に耐えきれなくなったのは義母だった。新助、今どんな状況なのかちゃんと分かっているの？私からスマホを奪い取り、義母が新助に話しかけた。多分新助は腰が抜けるほど驚いたと思う。まさか嫁を罵倒しているのを自分の母親が聞いているなんて思っても見なかっただろう。さっきまでわめいていた新助が黙り込む。あら、さっきの異性はどうしたの？高熱を出している嫁に大雪の中ビールを買いに行かせるなんて、どれだけ残酷な人間なの。恥を知りなさい。義母はすごい剣幕で電話越しに新助を叱りつける。詳しく話を聞かせてもらうから寝ないで待ってなさい。そう言って義母は通話を終わらせた。普段は優しい義母の剣幕に私はあっけに取られる。そういえば新助は普段から義母のことを恐れているような節があった。怒らせると一番怖い相手なのだろう。義両親は電話から漏れ聞こえた私と新助の会話で全てを察したようだった。義母は私の両手を握り、本当にごめんなさいと何度も謝ってくれる。お母さんは何も悪くありません。私の言葉に義母はすまなそうに笑う。握った私の両手を包み込む義母の手は温かく優しかった。お茶でも飲んでいってほしいと言ったが、今から新助を懲らしめに行くと義両親はとんぼ返り、突然実家に帰ってきた私を見て、両親はちょっと驚いた顔をしていたけど何も言わずに受け入れてくれた。玄関で靴を脱ごうとしたところで私の記憶は途切れる。母の顔を見てほっとしたのか、張り詰めていたものが切れてしまったようだった。翌朝目を覚まして最初に見たのは知らない天井。実家の玄関で倒れた私はそのまま救急搬送されたのだ。ベッドの横で母が本を読んでいる。私が目を覚ましたのに気づくと、もう大丈夫だからねと言いながらナースコールをした。私は疲労とストレスで免疫が下がり、何かの菌に感染したらしい。お産の前から今までゆっくり休むことができなかった。精神的にも体力的にも限界だったのだ。肺炎になりかけている状態だったので、私もすぐに退院とはいかない。ミミコの様子は義母が病院で見てくれているらしい。私は母に勧められるまま詳細な診断書を取る。昼には父と弁護士さんが一緒に病室に現れて
昨晩の状況を聞き取りしていった。母が教えてくれたのだが、今回のことで父は相当俊介に腹を立てているらしい。普段は寡黙で優しい父だが、怒ると相手をとことんまで追い詰める。残念だけど俊介に逃げ場はないだろう。私が入院している間に義両親が実家に今回のことを詫びに来たと母から聞かされた。しかし俊介は一緒ではなかったそうだ。義母の話では自分は間違っていないと言ってるらしい。その様子には義両親も呆れ果てているそうだ。1週間ほど入院した私はやっと退院、すぐにミミコの元に駆けつけた。ミミコの退院はまだ先になるようで、まだ保育器に入ったまま。その姿を見た瞬間、私は俊介との離婚を決めた。私はその晩、俊介が仕事から戻るのを自宅でじっと待っていた。やっと帰ってきたのか。旦那を1週間も放って嫁として恥ずかしくないのか。しかも熱を出して入院だって。自分の健康管理もできないなんて、社会人として最低の部類だぞ。帰ってきて私の顔を見るなり、俊介は暴言を吐きまくる。私はスマホの録音ボタンをそっと押した。あの晩はすごく雪が降っていたわね。あなたは私に何を買ってこいって言ったのだっけ。は？ビールだよビール。冷蔵庫にビールが一本もなかったじゃないか。大雪だろうがなんだろうが、夫の俺が所望しているんだから、嫁が買いに行くのは当然のことだ。机をバンと両手で叩きながら、俊介は私を威嚇してくる。大声を出して大きな音を立てれば女はビビるとでも思っているのだろうか。本当に最低だ。どうしてこの人と結婚してしまったのか。過去に戻れるのなら、過去の私に結婚してはダメだと忠告してやりたい。私は具合が悪いって言ったわよね。ミミコも高熱だった。それなのにあなたの態度は何。ミミコはまだ赤ちゃんよ。どうして自分のことを優先できるの。信じられない。普段なら黙って俊介の罵詈雑言に耐える私が反抗的な態度を取ったので、俊介は少し驚いたようだった。大声で怒鳴り大きな音を立てれば、私が怯えて自分の思う通りに動くと思い込んでいる。幼い子供がダダをこねているようなものだ。しかし私には自分の身とミミコを守る義務がある。以前ならひるんでいたかもしれないが、これからは違う。随分と偉そうな態度じゃないか。俺はこの家の大黒柱だぞ。一番偉いんだ。俺のことを最優先にするのは当たり前のことだ。歯を向き唾を飛ばしながらわめく俊介の姿は醜悪そのもの。私は俊介に対して愛情のかけらが自分の中に残っていないことを確信する。そしてそっと緑色の書類を俊介の前に差し出した。すでに記入済みの離婚届だ。離婚しましょう。もうあなたとは一緒に暮らしていけません。離婚届を見て俊介の顔が真っ赤になる。怒りで頭に血が上ったようだった。離婚届をひっつかむと私の目の前でビリビリと破り捨てる。そしてどうだと言わんばかりの表情で私を見た。私はそっと次の離婚届を差し出す。マリコ、お前。破いても破いても出てくる記入済みの離婚届に俊介はうなり声を上げた。どうせ俊介のことだ、離婚届を破くだろうと私は先を読んでいたのだ。できる限りの記入済みの離婚届をあらかじめ用意している。離婚してください。私はボールペンを俊介の前に突きつける。俊介は私をにらみつけながら離婚届にサインをした。きちんと間違いなく記入がされたか確認をしてから、私はきれいに離婚届を折りたたみバッグへとしまう。今後のことは弁護士を通してほしいと俊介にお願いし、担当してくれている弁護士の名刺を俊介に渡しておく。ミミコの親権は私が取ります。そう言い残して私は新婚生活を過ごした我が家を後にした。私の背中に投げつけられる罵詈雑言もこれで最後だと思うと聞き流すことができる。靴を履いて玄関から出た時は体が軽く感じられるほど清々しい気分だった。その足で義実家により離婚の件を伝え、今までありがとうございました
と頭を下げた。義母はごめんなさいねと何回も私に頭を下げてくれる。最後のお願いがあります。私は義両親に土下座してお願いをした。それはミミコの親権のこと。義両親にとってミミコは初孫だ。本当なら手元に置いておきたいと思っているだろう。俊介が育てられなくても自分たちがと考えていたと思う。土下座をしている私の肩を義母がそっと叩いた。頭を上げて。母と子を引き離すことなんて私には無理よ。そう言いながら義母は私に優しく笑いかけてくれた。私はその顔を見て咳を切ったように泣き出してしまう。義母は私が泣き止むまでずっと背中を優しくさすってくれたのを今でも覚えている。その後私は離婚届を市役所に提出し正式に離婚。ミミコの親権は少し揉めることになる。私に対する嫌がらせのつもりか、しんすけが親権を争う姿勢を見せてきたのだ。その上、私が請求した慰謝料も養育費も払わないと言い始めた。すべて嫁である私の至らなさが起こしたことだと朝廷の場で堂々と宣言した。私はしんすけから与えられた精神的苦痛の証拠に、最後に会った時に録音した会話のデータと高熱で運び込まれた際の診断書を提出。すべての原因が俊介にあることを証明した。この証拠のおかげですべては私にとって有利な条件で収束。おそらく俊介はこれで終わったと思っていただろう。しかしここで終わらせなかったのは私の父だ。俊介が働いている会社は私の叔父の会社。私は縁故採用で入社していたのだ。父は叔父に今回の離婚の経緯をすべて説明したらしい。私は幼い頃から叔父に可愛がられており、姪っ子が受けた仕打ちに怒り狂った。その結果俊介は倉庫へと移動となる。出世に対する執着が人一倍強い俊介には耐え難いことだっただろう。倉庫へ移動した後、それほど時間を置かずに退職届を出して仕事を辞めたそうだ。私に慰謝料を支払ったので貯金も底をついている。毎月の養育費の振り込みも遅れてばかりだ。求職活動もうまくいっていないらしい。安い飲み屋で酔っては私の悪口を言っていると近所の人が教えてくれた。私が新人として入社した時は誰からも好かれる素敵な人だったのに、落ちぶれるのはあっという間。先日偶然見かけた時は別人のようになっていた。服は汚れて顔もなんだかすすけたように黒い。一番驚いたのは俊介の目だった。光のない人生の全てが終わったような目をして歩いていた。しばらくして俊介は町から姿を消し、その後の行方は知らない。私は退院したミミコと一緒に実家に戻っている。まだ幼いミミコを育てるのには私一人では心もとないと思ったのだ。助けてくれる手があるのなら助けてもらおう。人に頼ることができなかった昔の自分を反省したのだ。両親はミミコにメロメロな状態。私も安心して昼は仕事に出ている。新しい仕事は覚えることもたくさんあって大変だけど、家に縛り付けられていた頃と比べたら毎日楽しくて仕方がないくらいだ。これからはミミコの成長を楽しみに頑張って生きていこうと思っている。